はい、皆さんこんにちは。お久しぶりでございます。もう6月になり、イノシシもだいぶ減ってきてしまいました。でなかなかイノシシの痕跡が見つけられず、やっと今回久しぶりにイノシシが来てそうだなというところを発見いたしました。それがここです。多分ここイノシシが通ってるんじゃないかなという気がします。ここに罠を設置してみたいと思いますが、今回設置する罠がダブルジャンプくくり罠、新作版を設置してみたいと思います。これはですね、樹脂量がかなり旧作に比べて増えていて、内板の厚みやこの枠ですね、縁の枠の樹脂の量も増えて、かなり頑丈な仕様になっています。新作ダブルジャンプくくり罠は初心者の方から上級者の方まで幅広く使うことができる罠となっています。このダブルジャンプくくり罠、今現在新品の状態で土や川に入れて匂い消しをやっていません。それでも捕獲できるのかという検証も兼ねて、今からこれを設置したいと思います。ちなみにこのワイヤーやねじりバネは一度土に埋めたもので、こちらは匂いが今消えている状態です。メインのこれが実際この新品の状態のまま仕掛けて取れるのかという仕掛けてみたいと思います。この場所は急斜面になっていて、撮影機材が持っていきにくいので GoPro の映像をお届けします。見にくい点があるかもしれませんがご了承ください。ちょっと本気で仕掛けますので、ここからは無言の映像となります。すみません。みかん畑に電柵が張ってあります。電柵の下をくぐってきています。ここにでは設置してみたいと思います。
1個目が設置完了しました。あとワイヤーを隠しきれてないのが難点ですが、またもう一つ別の場所に仕掛けたいと思います。